明日は。外で思い切りはい、学習支申請バーグリーン代表のゴリッキー松本リギアです。よろしくお願いします。本日はケーススタディの動画をお届けしたいと思っております。えー、とウィス。クの結果、あの、ホワイトボードにも書きましたけども、全検査 I. Q. が115% 言語理解が120、知覚推理が111、ワーキングメモリが123。ね。ワーキングメモリがちょっと強め、強みになるかと思います。で、処理速度がちょっと低めで87。という、まあ、検査結果ですね。で、お母様の方からご相談をいただいてて、 あのウィスクから見て娘さんの得意なことは何だと思われますかということとワーキングメモリーが一番高いのは何が得意だってことなんでしょうかっていうご質問を頂い,いております。はいじゃあ私の方でまあこのこの結果を踏まえて解釈と支援のアドバイスをしたいと思いますのではい回答になります。はい 現段階でウィスクから言える得意なところワーキングメモリが高いことによる利点について、まあ、お,返お返事させていただきたいなと思っていますまずそもそもウィスクの結果ですが、まあ、実は3年前の結果もいただいてまして3年前と今回でずいぶん違うんですよね、うん、基本的に状況に慣れて今回の検査の方が 正しく能力を反映しているっていうふうに推察されます。うん。ただしこれだけ差があるので次回受けたら前回と今回の間になるぐらいのということも想定しつつ結果を受け止められるといいと思います。そんなことも頭の片隅にまあ起きつつ今回の結果を見ると確かにワーキングメモリが高いんですね。 うん、で同時に言語理解指標と知覚推理指標も平均かやや上位にありそうなんですねなので一言で言うと処理速度が苦手なだけであとは平均かそれ以上の力を持っているっていうことだと思いますただ処理速度指標が低いので筆記活動ね 筆記活動を中心とする学校生活の中ではなかなかその強みが生きてこないのではないかと思います大事なのは処理速度の苦手さの影響を減らすことなのではないでしょうか例えば筆記が苦手なら晩書は写真にさせてもらうとかタブレットでのタイピングやフリック入力を練習するなど考えられる方法はあります えー、こういった方法を使うことで苦手さが出てこなければ言語力や視覚的理解力、論理的思考力、記憶力といった強みが生きてきます。ワーキングメモリーが特に強そうですが、ワーキングメモリーは単体だと活かしにくいです。お子さん,お子さんの場合は、 言語理解や知覚推理が低くはないので、それらと組み合わせて強みとして生きていくことになるのではないかと思います。例えば、言語理解との組み合わせだと、ディスカッションやグループでの対話とか、作業を中心とした活動は得意になります。筆記中心の活動は処理速度の影響で、苦手度が強くなります。知覚推理との組み合わせでいうと、クイズや謎,謎解き、 試験の応用問題などが得意かもしれません、えー、図形問題も比較的解け,る解けるのではないかと思いますはいワーキングメモリはこのようなさまざまな活動をするときに短期記憶としてそれらを支えます知的な器用さとも言えるかもしれません処理速度が低いので手先の器用さは苦手かもしれませんが知的には細かいことを覚えたり 複数のことを同時に考えたり起点が効いたりということがありますこのようにワーキングメモリが活かされているかもしれないことをいろいろと探してもらえるといいのではないかと思いますはい、私からの解釈とまあ、支援のあり方についてまあ、少しお話しさせていただきましたはい、まあ、ワーキングメモリーが活かされている場面というのを色々いろいろいくつかね 見つけてもらって強みとして伸ばしてほしいと思いますはいで,で私がやってる動画セミナーでの方にお申し込みいただいた方にはあのウィスクの結果をもとに個別の学習支援計画書っていうのをお渡ししてますまあこんな感じで あのウィスクの解釈をしたものを書面でしっかり書いてお渡しして役立てていただけるように頑張って今活動してますのでもしちょっとでも興味持っていただけたら概要欄からあのサービス内容を見てみてくださいあのきっと力になれると思います、はい、じゃあ本日もありがとうございましたエバーーーグリリリンキキアでした最後までご視聴いただきありがとうございます 動画をちょっとでもいいなって思ってくださったらぜひチャンネル登録をお願いします。これからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。